情報配信アプリカグラのご紹介です。神谷総平の日々の活動をアプリカグラというアプリで配信をしておりますので、ぜひ皆さんダウンロードして情報を取ってください。そちらの方は毎日無料で配信しています。また音声メルマガデイリー神谷というものも365日配信しておりますので、そちらの方は神谷総平のホームページから詳細を調べていただいて情報を取っていただければと思います。 SNS の配信だけではなく、もう少し私の思いですとか日々の活動、それから参政党の活動ですね、そういったことについての配信を毎日行っております。ぜひそうしたツールを使って神谷総平の活動を応援してください。CGS の番組様、こんにちは。神谷総平です。本日もじっくり学ぼう民族情報工学をお送りしていきたいと思います。講師は江戸先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。で、前回は、都市神の首都、モガリということですね。はい。まあ、門松の捉え方が全く違ってしまっているんじゃないかというようなことで、ちょっとそれは印象に残りましたが、今日は神実と睦月ということで、はい。お話していきたいと思います。はい。その年神様が亡くなって、まあ、これからはどうやって生きていこうかと、まあ、そのやっぱりね、人間も同じですが、年神様だけではなくてもがりというものが終わってですね、これからどうやって生きていこうと思った時に、やはりこう何かがなくなる、何かが終わっていくと人はやっぱりこう不安に駆られたりとかするじゃないですか、まあ、そういった時に集まるのが、まあ、人の縁というものですね。で、睦月というのは女偏に陸と書きます。はい。で、これは陸というのは、まあ、ちょっとお話したかもしれませんが、土がこう重なっていくということで、はい、古墳を表すという話をしましたが、うん、はい、でこの古墳をみんなで見ているという、うん、要するにみんなが昔の人たちが亡くなったという、亡くなって祀られたところをみんなで眺めているということですね。はい、うん、それは、まあ、年月の中でどういった歴史があって、我が一族にはどういった歴史があって、あなたの一族にはどういった歴史があって、その中でどういった知恵がその中にあって、ご先祖様たちに対してね、今私たちが生きていることをもう一回感謝をするみたいな、はい、まあ、それが神実ですね。はい。で、この神実は、まあ、次のところにありますが、はい。日本、まあ、人間の世界っていうのは、まあ、今どうしてもね、現世というのは、この見えてる世界しか考えませんが、見えてない世界のことも非常に大切にしなければならないという考えがあって、はい、うん、見えてない世界、要するに例えば人間の心の世界とか、うん、まあ、女性の世界とか、まあ、そういったものが祀られていないと、祀られるというか、まあ、バランスがね、取れてないと、この世がね、まあ、なんですか、ひどい世界になっていくというふうに考えたわけですね。はい、うん、で、そのひどい世界になるかならないかっていうことを調整するのが、実は旧暦の1月の7日の神実、はい、そして七夕ですね、うんうん、ちょうど6ヶ月後、半年後の七夕、はい、これがすごく大切だったということなんです。うん、で、まあ、今日は神実の話ですが、はい、神実はちょうど、暦の世界を、まあ、図案化しますとね、はい、ちょうど牛虎に当たるんです。うん。うん、牛虎の時期ですね。はい。で、この牛虎の時期だから、まあ、時期的に、まあ、多少のずれはありますよ。ちょうどやっぱ鬼の節句と関わってくるところにもなります。はい。うん、で、あの世の鬼。だから、去年までの鬼と今年までの鬼。あるいは、ご先祖様と今の私たち。まあ、そういったこの陰陽のですね、ちょうどバランスを取るという時期になっていて、はい。で、そこでみんなが寄り集まって、互いの中にあるものをこう見つめ直すというか、うん、まあそういったことになります。はい。だから、今年どういう年にしようと思ってるとか、まあそれを互いに聞いたりとか、はい、今まで今年は去年はこんな年だったねと、うん、じゃあ今年はこういうことをもっとやらなきゃねとか、今年は体に気をつけなければならないとか、うん、まあそういったことをですね、お互いに話をしていく中で、ふと思うこと、はい、まあ前にお話ししました、太まにというものが降りてくると。うん、だから、自分自身の中ではどうしても頭が先行してしまうので、はい、頭が先行すると、まあ、自分よがりになってしまって、こうしなければならないっていう、そういった意識にとらわれちゃうんです。うん、でも、みんなと一緒にいると、なんかこう、こういうことしたいねとか、まあ、こうしたらみんなが喜ぶなとか、
割とこう、能動的に捉えられるというか、はい、しなければならないという方ではなくて、うん、もっと自由に、あ、私こういうことしようかな、みたいな、結構こう、楽観的にそういうことがね、ふと思うことっていうのが出てくるんですね。はい、それがね、裏を祭るということなんです。うんうん、心の奥にある普段自分が気づいてないものが出始めるという、うん、まあ、それが今ぐらいの時期なんです。はい、うん、だからこそみんなが集まって。で、あと自分よがりになってしまうとね、はい、どうしても、他人とこう距離ができてしまうじゃないですか。だから自分よがりじゃないかどうかということを確認するという、はい、まあ、それもね、この人事で非常に重要な、うん、ポイントだったりします。うん、はい、やっぱこう、ね、いかにせこう人が集まって何かをする、うん、ということが大事ですね。そうですね。はい、うん、で、お互いにこう話をよくする。うん、だから、本来であれば、そのお通夜みたいに、一晩かけて、みんなで寄り集まってですね、はい、うん、まあ、互いのこう話をしていくというか、うん、まあ、実は今回私も、数日前に大人の修学旅行で、この時期必ずやるんですけど、はい、30名引率して行ってきたんですが、はい、うん、まあ、いろいろ出てきますよね、うん、ものすごいいろいろ出てきます、うん、その中で見えてくるものがあるんです、はい、客観的に人をずっと見てると、うん、その中で、まあ、何が起きるかっていう、はい、でね、すごいね、今年はね、一つ気づいたことがありまして、うん、変な夢も見ましてね、はい、それは本当にリアルとバーチャルの間が、うん、もうほとんどなんか差がないくなってしまう、はい、2004年ぐらいにフィクションとノンフィクションの、うん、別にフィクションよりもノンフィクションの方がよりなんかフィクションめいた事件がたくさん起きて、うん、で、その頃にね、作家さんが随分に死んだんです、はい、自殺しちゃった、うんうん、ノンフィクションを描いてる人たちが、はい、あ、じゃあフィクションを描いてる人たちが、はい、自分が描いてる世界よりも、うん、よりその、うん、リアルの方がよりフィクションだっていう、はい、もう自分がいらないと思って、はい、で、亡くなったね、うん、ちょっとこうセンシティブな作家が亡くなっていくんですけど、はい、で、今回その頃に非常に近い感覚で、まあ夢の中でね、うん、まあ人が死ぬ目の前で、うん、例えば電車に轢かれて死んで、はい、そこに遺体があるわけですね、うん。それを見てもみんな何も思わないんですよ。うん、っていう夢を見たんですね、はい。で、これまずいなと思って、要するに、その人が死んでったり、事件が起きていくのに、みんなが無感動になってしまってるという。うんうん、でそれが、今年のお正月に、この、頃に見た、皆さんとこう会話をしていて、うん、なんか昔よりもそういう感覚がそこにあるなって。はい、まあ、その人たちは大丈夫なんだけども、うん、でもなんかそういう時代になったなっていう。だから、人を殺しても何とも思わないとか、なんかそういう事件があっても、ふーんみたいな、うん、感じですね、うんうんうん。それがよりね、顕著になっていくっていうのが、うん、なんかこう、出てきたと、はい、うん。ですから、そういう意味でも、やっぱりこう人間は感情を持った動物で、うん、お互いにリアルに、はい、まあ、こう集まって、うん、そこでこういろんな話をしていくというか、まあ、自分の考えであるとか、うん、文化を生み出すということであるとか、そういったことをしていく。かないと、どうせダメなんだからとか、この世はこうなんだからとか、うん、もう今自分でどうにもできないからっていう。で、それで社会とか、うん、経済とかいろんなところを批判する、はい、批判するよりも前にまず自分自身が何をすべきかということ、うん、はい、別に大したことしろって言ってるわけじゃないですよね、うん、自分はもう社会変えられないと思ってる人はたくさんいると思いますが、はい、全然違って、一人一人が、なんかこう、ちょっと変わっただけ、ちょっとだけ意識を変えただけで社会は変わると思うので、うん、ただ行動しないとまずいですね。そうですね。うん。うん、まあ、そんなことがですね、まあ今年の年末年始というか、まあ、法印をね、神様の法印を受ける、その儀式の中で、はい、お通夜というものをして、うん、得られた、一つの答えだったということですね。なるほど。うん、まあ、今の話は僕は賛成党の街頭演説言ってることに非常に近いですね、うん、ほとんどの人もみんな政治無関心になって、うん、まあ、どうせね何やってもダメだと思ってるんだけど、うん、まあ、でも僕なんか外国街頭っていうのは、いや、我々の魅力だけど一人一人は、うん、でも無力じゃないし、うん、その魅力がやっぱ集まって思いを作っていくことでしか社会は変えられないから、うん、それをやりましょうというようなことはよく言うんですけどね、うん、
からまあこの裏というものですね、はい、まあ人事とその七夕で重要なのは、はい、芋の力といって女性の力なんですね、はい、うん、女性たちがまず安心していないと家族が安定しないとか安心しないとか、うん、はい、だから女性の心がまず、自分自分というふうなことじゃなくって、自分自分って思うのはおそらく不安があるからだと思うんですが、うん、その不安を解消していくための方法というものをね、やっぱちょっとでもまず第一歩踏み出すというか、はい、それを女性がしていって、うん、安心した女性がたくさん集まれば世の中は安定していくということですね。うん、はい、から女性の力と男性の力と違うので、うん、だもう政治って祭り事じゃないですか、はい、うん、だから表の政治は女性の祭り事、うん、まあ、女性っていうか陰になるね、心の中を安定化させていくとか、うん、女性の井戸端会議で、うん、まあ、なんかこう井戸端会議の中で自分の心の中をね安定化させていくとか、うん、まあ、そういったことが必要だという、なるほどね、うん、まあ、そういう意味では僕たちもよく、まあ、このコロナの時期にあっても、うん、とにかくミーティングを大事にして、うん、みんなでね、そういったイベントやったりとか、うん、お茶会やったりとか、うん、集まってみんなで話して人間関係を作ろうと、うん、で情報を共有してくださいと、うん、そうですね、うん、今ねちょっと気になってるのが、はい、この SNS でいいねとかするでしょ、うん、はい、でいいねとかしてでこうスタンプとかでそれでなんかこう済ましちゃうわけですよ、うん、違うのにとか思ってとか、うん、心の中に、いや、なんかこれじゃないんだけどな、みたいな、うん。これじゃないっていうのがいっぱい集まっちゃうとまずいんですよね。はい、うんうん、で、そのまずさというのは、頭の中で言語を文章化できないということになってきていて、うんうん、言葉にできなくなってる人がすごく多いですね。多いですね。ね、多いです。はい、とかっつって、いや、でも私なんて、みたいな、うん。そうじゃなくて、思いをきちっと言葉にして伝えていかないと、うん、あるいはその行動にしていかないと人には伝わらないということですね。うん、多分ね、言語化しないと自分もそこに意識向かないんですよね。そう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 です。だから、最近も参政党の話ばかりで恐縮なんですけど、うんうんうん、新しい候補者の方、もう全く政治経験ない人たちが思いでくるでしょ、うんうんうん。で、話すと全然喋れないわけですよ。うん、普段やってないから。うん、けど、やってるうちにだん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 自分の思いが言語化できるようになってくると、うんうん、顔つきとか、うん、ね、それとオーラが変わってくるんですよね、雰囲気が、うん。うん。それはね、やっぱり選挙一緒にやってる人たちが一番体感して、うんうん、あの人変わった、あの人変わったってみんな言うんですけど、うんうん、それ多分ね、僕が思ってたのは、まさに今まで持ってた思いを言語化したからだと思うんですね、人前に出て。そうです、そうです。うん。選挙出るとそれやらないとしかないので、うんうんうん、そういう場が、なんか、今、昔はその寄り合いだったり、うん、親戚の集まりとか、うん、そういう年中行事の中に、みんなで集まって声を出すって、話すっていうことがあったのに、今それがなくなっちゃって、メールとか、スタンプとか、うん、そういう風になってしまっているから、うん、結局自分の思いが出せてない、うん。うん。で、どうせ自分が言ったって、ね、その周りの人に聞いてもらえないし、自分なんて尖閣できたりだから、うん、恥ずかしいと、うん、いうところが結局自分の気持ちを押し込めていっちまって、うん、だから、言葉が出ないから行動にも移せないと。そうそう。で、言葉を出してる人たちが集まっていくと調和が生まれるんですけど、はい、言葉を出さない人たちはね、そこに陰が、はい、陰の気がすごくてね、そう。それが一番まずいんですよ。うん。うん。だから私なんかおとなしいみたいな、うん、ね。そんな、僕はそんな語らないからとかって、はい、その陰の気が一番厄介で、うん。うん。うん。だから言葉を出してくれる方が、その場をね、うん、整えてくれるっていうことを、はい、もっとね、うん、だからそこで何を思ってるか分かんない人の方がね、はい、実はね、その場をね、乱してるってことなんですよね。うんうん、あんまりいいかな、そんなこと言っちゃって。いいです、いいです。いいと思いますよ。そうですね。うん、そうなんです。いや、だから僕なんかは、俺も賛成の話ですけど、うん、やっぱりみんな集まって話してくださいと。うんうん、で、違いがあっていいんですと。うんうん、でも、一番大きなところで、こう、うん、ね、子供たちに日本を残したいとか、うん、そこだけでも一致しとけば、うん、後の意見は小さなとこだから、うん、大きなところでみんな、あ、ここ一緒だねっていうところが分かれば、うん、うん、それが分かんないからみんな、結局、その小さな違いを見つけて、うん、あの人ああだこうだっていうので、グループ作って、中で燃えちゃうんだけど、いや、話して大きなところで、どこがみんなが集まってる共通点かねっていう、共通項をきちっとね、確認しちゃえば。まさに人事ですよ。うん、人事、人の日。はい。ここでまず、だから、神谷さんのところも、この人事、旧暦の1月7日、うん、この周辺で、皆さんの意見とかを聞くといいかもしれないですね。はい、うん。うん、だから今の問題点とか、うん、これから何をすべきかっていう目標みたいなものを、それぞれの中にきちっと持ってくださいみたいな。はい、まあ、それがね、
牛虎、要するに鬼を入れないということになるの。うん。牛虎って鬼なので、はい。で、その鬼のところに神術があるんですよ。うん。で、鬼へのガードをしっかりと つけるのが今なので、はい。うん、はい、だからまさにこの今の時期ですね。うん。1月末。1月、はい、1月、それは旧暦の1月の7日だから、まだですけどね。まだあと1週間ぐらいありますから、ね。はい。はい、はい、うん。この期間で、しっかりと。礎作りというか、ね。はい。だからこの礎作りが、これからの6ヶ月に影響していくので、うん、6ヶ月1年に影響していきます。はい。わかりました。はい、まあそんなところですね。はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。